今日は同じ時間を繰り返すタイムリープ映画を3本紹介します。なお僕の大好きなバックトゥザフューチャーはタイムリープを繰り返す映画ではないので除外しています。いつでも見返せるようにいいねと保存をお勧めします。第3位 All You Need Is Kill、 日本の SF ライトノベルをトム・クルーズ主演で映画化。謎の侵略者と人類が戦う近未来を舞台に、同じ時間を何度も何度も繰り返す兵士が幾度ものを経験し成長していく姿を描きます。ポイントはちょっとでも血を見たらふーっとこう気絶してしまうような軟弱な刑事がいきなり戦いの最前線に放り込まれるくだりは興味をそそられましたね。失敗しながらも何度も何度も前に進んでいく刑事の姿は僕ら毎日の日常とよく似てるんですよね。できなかったことも繰り返しやっていけばできるようになる。とてもためになる映画でした。第2位テネット。ダークナイトやインセプションの鬼才クリストファー・ノーラン監督。現在から未来に進む時間のルールから脱出するというミッションを課せられた主人公が